はい、では日を改めて進めていきたいと思います。コスメエリアにたどり着いてシシネだったかな、シシネさんのチョコボのアポニを今乗り回している最中ですが、また訓練場があるのかなと思っている。これはコスモキャニオンの入り口みたいな感じかな。レッド君パーティーに入れてないんだけど入れた方がいい。話を蒸し返すんやけど、はい、皆さん敵はセフィロスやとかなんとか言ってますよね。言ってますね。皆さんの言う通り、あそこの他の英雄が死んでなかったとして、はい、この人何してるんですか。星を守るつもりらしい。何やいい人に聞こえますけど、星を守るためなら人はどうなってもいい。あ、はいはいはい、それがあいつのやり方だ。はあ、そのまた偉い過激ですな。人あっての町、人あっての星やのに。俺も蒸し返すな。敵は他にもいるぞ。死んだでしょ。俺たちの邪魔をするばかりだ。愛も変わらず星からエネルギーをかすめ取る神羅カンパニー。はい、行く。お前のコネは最大限に利用させてる。あ、一応コネとして利用するつもりなんだ。だがもし裏切ったら猫可愛がりの系だ。俺はしつこいぜ。猫可愛がりの系、猫鍋にしてやるとかかと思ったらなんか案外平和だった。バレットマジで丸くなったな。ケットシーはケットシーで、あ、バレット君が先に行こうとする。やっぱ案内する気あるんだ、チョコボに乗ってても。ケットシーはケットシーで、きっと中の人がクラウドたちがどういう気持ちで動いてるのかっていうのをすごい探ってはいるんだろうね。なんか言動が常にそんな感じはするなと思う。レッド君でもパーティーに入れててもすぐ離脱されそうな気するな。戦っていきましょう。だいぶ高いところなのかな。なんかワクワクするぞ。コスモキャニオンのイベントは結構思い出に残ってるなと思ってる。わ、またデザートサハギンがいるじゃないですか。ちょっと無視してもいい？ちょっと無視してもいいですか？あれがコスモキャニオン。わあ、これか。美しく気高い私の故郷だ。気高いね、なんか。生命学の聖地が俺を呼んでるぜ。呼ばれてる？楽しみだね。そうだね。音楽やんじゃった。あ、でもなんだ、そんなマジで落下との戦いみたいな作りにはなってないのかな。崖っぷち生活なのかなって今思っちゃったけど。そろそろ、あ、もう本当にそろそろじゃん。あれ？そういえば、あの、クエストってさ、今どうなってるの？あの、シシカのクエスト。第2訓練所に行って、第3訓練所に向かおうってことは、とりあえず今来た道に第3訓練所なかったから、コスモキャニオンに到着するのでいいのかな？おりますと。かわいい今の目線。はぁ？え？ただいまー！ナナキ帰りました。ナナキ、ナナキ、おかえりよナナキ。この喋り方してる人よかったな。撫でられるの好きなんじゃん。さあ、ブーゲンハーゲン様、ブーゲンハーゲン様、ご挨拶をしておいで。さあ、撫でられるの好きなんじゃん。あの人たちにはほんのちょっと世話になったんだ。悪い人たちじゃないから入れてあげてよ。かわいい。私たちプレイヤーには、帰りましたってよ。マリスナイチ、かわいいよね。で、エアリスだけは知ってたんだろう、ね、すみません、少々お待ちを。荷物検査あります。今朝か、ね、空から降ってきましてね。あ、やばい、締めミッドガルの。あ、でもこれ魔法炉爆破犯らしいですが、顔が違うはずだよ、変えてたもん。目合わせない。あなたたちは関係なさそうですね。これはあの人のおかげだね。問題ありません。変えてたもんね。へへん。ようこそ生命学の聖地コスモキャニオンへ。これはキプレイヤーじゃないとわかんないよね。うわー、いいなー。レッド君バイバイしちゃった。コスモキャニオンに新たなガドバートが現れた。ようこそ
コスモキャニオンへ。こんにちは。あ、ここの曲いいよね。うわ、ワクワクする。各地にさ、あの星の教えを説くような人がいたけど、ここから派遣されてんのかな。こんにちは。うわー、いや音楽がマジでいい。無駄なものなど一つもないのです。観光客もやっぱいるんだね。みんなどうやって来るんだ。全然似てなかった、ね、髪型だけだったね。何か狙いがあるんだろう。用心用心いるぞ、変えた人が。あれプレイしたことない人気づかないよね多分。なんか守ってくれてる信頼の人がいるんだなっていうのだけあの手配書のところで察しそうだけど、アバランチももともとここの人たちの教えを聞いて生まれた組織なのかな。アバランチとそのバレットたちがいる分派っていうのがどう考えが違うのかが分かってないからな私あんまり。いやなんか以前アバランチの本家と分派の違いはこうですみたいなのがあったのかは分かんないんだけど。さあ、コスモキャンドル。燃え盛っている。これだよね、コスモキャンドル。あ、なんかわー、あ、ここあった。キャンプファイヤー夜するんだよね。うわー、星送り。いや絶対綺麗じゃん、絶対綺麗。マジで楽しみなんだけど。うわー、ティファのカクテルでコスモキャニオンあったよね確か。あ、すごーすごい。うわー、ここか。こっから入ってきて、あ、チャドリもいたと気づかなかったな今回。うわー、わ、壁画だ。チョコボがいて、あのキャンプファイヤーを囲んでるって感じかな。美しい。レッド君もいるんじゃないこの中。大事に。あ、いる。いや、あれはレッド君じゃないだろうけど、描かれてる。綺麗だな。あのブーゲンハーゲン様の命により、すいません、わかりました。丁寧に禁止された。今までで一番丁寧に禁止された気がする。うわ、いいな。待って、ちょっと景色も見たい。うわー、ライオンキングだうわー、あ、これはあれね、あの訓練場の風景ね。訓練場って私てっきり別世界にワープしてると思いきや、ちゃんとここになんかある。あるんだね。うわー、楽しみだな。展望、望遠鏡だっけこれ、展望台って言うんだっけ。あとで覗いたりするのかな。レッド君とりあえず追うか。ブーゲンハンゲー様も楽しみだな。シンラもいきなりコスモキャニオンを攻撃することはないと思う。ここを襲われるの嫌だな。これ何？ザ・シルダー・イン。ああ、そうね、空から降ってきたってね。ああ、もっと穏便にしたかったってこと。でも動かなかったらね。えっ、アバランチやろうと思ってたの？この人たち。まあでもそうだよね、確かに生命学の理由で死んだを攻撃してるだったら、ここの人たちが咎められるよねきっと。雰囲気、多分生命学ってここで生まれてるんだよね。クラウドさん、本物のコスモキャニオンですよ。あ、そうなの。長年の夢が一つ叶いました。よかったよかった。生命学と魔法社会は反発しているようで、互いに学ぶべき箇所も多いのではと考えていたんです、うん、僕はここで生命学の知識をしっかりと学びたいと思います。お願いします。生命学の知識をしっかりと学んで、反シンナになってアバランチに入ってください。あの、はい、いつもそうだから。最近もうワールドレポート、もうそっとしといて。まさかホテルかな。うーわー、泊まりたーい。あ、でもちゃんとホテルの人はホテルの服を着てる。カードバータいる。コースエルソルのロイヤルコンサート、主役だった君を連れ出してしまったが、あ、あれ大丈夫だったのかな。大
帰りのピアニストが何か。ああ、この人たち。愛の逃避行。そろそろ家を決めないと。この前の物件なんていいと思うんだけど。同性愛だったのか。二人だけの暮らしに、あの家は広すぎやしないかな。ピアノは置きたいし、それに増えるかもしれないだろう。いいえ、こんなところで会うなんて。命を育む方法は一つじゃない。覚えてる、みんなもコスタデルソルのピアノコンサートでアニアンさんがさ、愛の逃避行した人たちがいてって言ってたんだよね。へえ、楽譜もある。うわー、一杯コスモキャニオンの飲み物とかもらえなかったっけ。ここは多分ホテルだよね、やっぱシルドライン。へえ、星降る夜をあなたに。いい言葉。うわ、いいなぁ。なんかもう一個一個感動して、マジで泣きそうになっちゃう。もうこの感動にちょっとずつ慣れつつある自分も嫌だけど。うわぁ、やばい、綺麗すぎる。あ、これシルドラインのホテルなのかな。みんなキャンプファイヤーの火を囲んでるね。夜にある、なんたらかんたらみたいなのをみんな見に来るのかな。歌ってるぞ。これ。普通の人もめちゃくちゃホテルの部屋入ってない。ゆっくりできないよ。なんか今歩いてて思ったけど、結構観光地化してるんだね。オリジナル版で見た時のあのコスモキャニオンってそんなに観光地ではない、こういう国だと思ってたんだけど、なんか結構観光客用にビジネスをしてるんだなっていう感じも感じたかも。マテリア屋がありますと。綺麗。エット君どこ行った？こっちで合ってる？うわぁ、カラカラの地なのに。あ、エット君、フーゲンハーゲン様、私たちに。私はこの美しい谷で生まれ育った。この喋り方なんだ。本来なら谷を守る戦士になるはずだったが、不覚にも神羅に捕まり、助けてもらった借りは返した。私はここで本来の道に戻ろうと思う。バイバイ。今まで世話になった、感謝している。寂しくなっちゃうな。それを言わないでよ、別れが辛くなっちゃうよ。でもこの谷を守ることはオイラの使命なんだ。どういう切り替えの喋り方。ずっと騙してやった。本当ね、喋り方ね。犬だなんだと侮るやからが多くてな。おーい、ナナキー。ブーゲンハーゲン様、ちっちゃい。かわいい。行ってきていいよってエアリスが表情で言ったのかな。今のでお別れ。いや、そんなことないよ。兄にいりゃ話す機会くらいあんだろ。俺たち学校に来た目的は何だ。生命学のことを知る。生命学の復習と行こうぜ。そうだね、はい、私もすごい勉強できそう。じゃあユイちゃんは違う。生命学知りなよ。よっからしょった。あ、充電ソーラー。しばらくぼーっとさせてもらいます。ソーラーエネルギー充電。あ、え、大丈夫。探検行ってみよう。バッテリー切れちゃったりするのかな。聖地巡礼。ああ、多分ブーゲンハーゲン様のところに行ったレッド君を追っかければいいんだね。シレットナナキっていう名前が出てきましたね。レッド君と本当の名前ですね。瀬戸氏大丈夫？寝かった。ロボットって言ってたもんね、猫型の。ってことは壊れちゃったりするのかな。あ、なんだっけ、オリジナル版ではこの猫が壊れるみたいな描写はなかったし、私はなんか猫自体はロボットじゃないのかなと思ってたな。よくわかんないけど。あ、猫はロボットなんだね。はい、喋ってるの猫だもんね。エット君だけが本物っていうことか。バレットが走っていっちゃったね。そうだな。なんかでもまあ結構スピリチュアルな話だけど、現代の社会にもこういうのあるよね。
発話やってる。体感していただきます。うん、今ここにいる我々は黎明の時代。レト君はあっちに行ったよと。あ、すごいエレベーター。レトの行方、まあ多分ゆっくりできると思ってるから進んじゃっていいよね。あ、バレット、あれもしかして今みんなバラバラじゃない、バレットだけがバラバラだったのね。コレルやゴンガガで見たウェブ、うん、あれを見りゃ星の危機が妄想じゃなくて現実だってこと誰でも信じるだろう。そうね。それに見ろよ、ここに集った生命学を学ぶ同士の、ちょっと観光地化してるけど、みんなアバランチの仲間だ。観光地になってるとみんなの価値観っていうのは違いそうだけどね。でウェポンとかを見てるのはシンラの一部の人と私たちだけだから、なかなか星の危機が迫ってるみたいなことをみんなが認識するのは難しいんじゃないのかな。ピアノとかちゃんとやってった方がいいかな。でもどっちにしろシシカの第三訓練も終わってないし、アイフィーちゃんもいたわ。ゆっくり、あたりゆっくりすることも可能だと思ってるな。お宝マテリアどこかな。恥ずかしがらず。チョコボの歌が気に入ってる。この子ずっと歌ってたんだよね、移動中も。では呼吸を。ツアーしてる。この星を巡る精神。すごいね、めちゃめちゃ毎日何回もツアーやってるんだろうな。こういうのでもネット予約とかできないと難しいでしょうね。すごい最先端の技術があるんだろうな、予約システム。誰かセミナーに推薦してくれないかな。セミナーに推薦、いろんなビジネスがあるんだな、ここにも。綺麗。ここは何屋さん。生命学セミナー。星と共にあらんことを、はい、ここでは生命学の学習者が共に語り合い、学習者星と生きる喜びを再確認するためのセミナーが開かれております。セミナーの参加には然るべき指導者の紹介が必要になります。ですから申し訳ありませんね、あなたには無理ですと。本日は星送りの儀が執り行われますので、そちらに参加されてはいかがでしょう。うわ、こういう限定的なこと言われるとなんか参加したくなるよね。きっと後々ブーゲンハーゲン様から私たち推薦されてセミナーできるんだろうけど、なんかクイズみたいなのかな。クイズで正しい知識を進めて選択して正解を重ねていって何かいいアイテムがもらえるみたいなイベント起こりそう。とりあえず向かってっちゃおうかな。道は機材持ち込むね。今日はクラウドどんなことする。またお会いしましたね。では、星に祈りを捧げながら記念に。エアリスみたいなポーズするんじゃない。星に祈りを捧げます、クラウド。あ、可愛い、下向くんだ。上向くのかと思った。コスモキャニオンの大地を眺めていると写真の限界を感じてしまいます。この感動は実際に目にしないと絶対に味わえませんから ね。でもだからこそ挑戦しがいがあるんです。神秘的な撮影スポットが見つかったらぜひ教えてくださいね。わかりました。このなんだっけ、この人の名前、カメラみたいな名前だったよね。なんだったっけ。全然覚えられない名前。この人と話しかけるとクラウドのポーズが見れるからあんまり無視できないね。天文台連絡エレベーターへ、みんな行きまーす、乗ってね。じゃあここってバレットとさ、ユフィがバラバラになってたから、ティファとエアリスだけなんだ。ケトシもバラバラだったしね。綺麗。怖い人怖いだろうな、ここ。ティファの武器が物騒。綺麗だね。やばい、マジ景色素晴らしい。こっから飛び立ちたいわ。コンドルのように飛びたい。この人はブーゲン様の許可が下りて鍵を受け取った人だけが入ることができます。ジェノバか。あ、ちょっとブーゲンハーゲンさんのキャラクターのデザインが知ってたけどだいぶすごいな。こっちから行こう。
玉乗りしてるよ。思ってたより玉ちっちゃい。この人たちだよ、じっちゃん。ほうほうほう、ナナキが世話になったそうだの。わしはブーゲンハーゲン。目が見えてないのかな。少しばかり星には詳しくてな。コスモキャニオンで生命学を教えている。少しだなんて、じっちゃんは知らないことなんてないだろ。ほう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 。そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。おいらだってもう48歳だよ。 40? 七木の一族は長命じゃ。人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。かわいい。おいらは父とは違うんだから。ほうほうほう、ナナキよ。優しい顔してるな。もう谷の者たちへの挨拶は済んだのかの。まだ行ってくる。ちゃんと挨拶しなさいって教育されてる。マテリアに乗ってるのかな。よければ中も見学していくといい。あれなんだろうね。乗ってるやつ、あれ説明欲しいね。あの乗ってるやつ、でっかいマテリアに見えるけど、でもただものではないっていうのはなんか伝わるね。すごい長生きしてる感じもある。コスモ展望台、いい曲だね。綺麗、乗ってる玉が。うわー、すごーい。あ、なんであそこにチョコボのぬいぐるみ置いてあんの。すごいね。ナナキを鍛えてくれたそうじゃな。外の世界を知ってたくましくなったかな。なったよ、レト君強いからね。スターダストレイとかもめちゃくちゃ強いから。これはブーゲンハーゲンさんが集めたものなのかな。今日はまた一段と美しい宝石がある。なんだこれ、星の知識が歌うように語りかけてくる。語りかけてくる。僕に任せておけば大丈夫。あ、いろいろ見なさいってことか。ここにあるもの、エアリスはこのでっかい本を見てるんだね。心が落ち着きそう。人もあんまりいないし、観光地はこれぐらいの人の量がいいよね。タイプライターかな。星の営みを記録するための機械じゃよ。デリケートな代物だからの、扱いには気をつけるのじゃぞ。わかった、バレトとかには触らせちゃダメだね。クラウドたちの行動を見守ってくれてる。この石は何なんですか。あ、右の人が持ってるのはマテリアだね。星をめぐる記憶の結晶。目で見える以上の輝きがそこには秘められておる。うるさい、うるさいよ。僕に任せて。ここは星で、こっちが、これはこの星？星とその周辺の星々の縮図じゃ。さしずめ積もった埃が人間といったところかの。掃除されちゃう？ほこりって言い方。ここですごく大事なことを学ばせてもらうんだよね。確か。これは？大丈夫？うわぁ！それに触ると雪崩を起こすぞい。起こしちゃった。え、直さなくていいの？書物の山。ごめんなさい、クラウド。力加減のわからない化け物みたいな行動しちゃった。登っていけばいいのかな。全部見た下。おじいちゃんに見守られてる。ブーゲンハーゲン様も我々もナナキのことを心配しておりました。テト君ってどのタイミングで連れ去らわれちゃったんだろう。多分ここにいたら大丈夫だったよね。どっかに遊びに行ってるタイミングで連れ去らわれちゃったってことなのかな。ついてきた。ブーゲンハーゲンさんも浮いてるよね、それ。すごいな。あ、なにそれ、充電。あ、
これはレッド君？かわいいな。ほっほっ、七木の昔の映像じゃ。 あの頃はいたずらばかりしておったの。かわいい。今よりちょっとお肉ついてる？そんなことないか。痩せ型だね。大事にされてるね。こんにちは。ほうほうほう、うん、珍しい機械がいっぱいじゃろう。すっごい綺麗に作り込まれてる。星とつながる道具じゃ。へえ。これはん？何これ、くれるもの？ちっちゃいね。それはごく初期の魔鋼探知機じゃ。へえ。反応してる？今なんか、いよいよ寿命かの。ごく初期、何年ぐらい前なんだろう。今から開く？そうせくでない。わかった、そこは後でな。すごくよくお出迎えしてくれるね、私たちのこと。ドラゴンボールにいそうなデザインだったな。ブーゲーハーゲンさん。わー、これは気球？それは気流発生器の模型じゃ。風力で動き、新たな風の流れを生み出す。実物はもう見たことがあるかの？ないかな。私たちが乗ったのってこういうのじゃないよね。気流発生器、あ、わかったかも。あれか、チョコボのチョコボ訓練場にあった上に登るためのやつかな。だいぶ上まであるね。これは何？うわー、これって望遠鏡？我々がここで観測しているものは遥か彼方から届く太古の光。これ教えてほしい。ほうほう、世界一の大きさの星々の営みを観測する望遠鏡じゃ。すごいね。こいつで見る星空は最高なんじゃが。あ、今はレンズが曇ってしまっておる。レンズ拭くのも大変そうだもんね。チョコボに乗ってあっち側のレンズってことだよね。雨の人が汚れそうだもんね。見て回ったかな。多分これ以上上はなさそうな気がする。さっきの扉に行けばいい？なんか見落としてたらまだじゃよって言われるかな。これは、あ、なにこれ、ウェポンの鳴き声じゃない？触っていい？わあ、この声、ね、星の姫。星の姫。悲しげな調べじゃ。最近よく聞くようになった。伝声管を伝って地中深くから聞こえてくるのじゃよ。地中から。これは星の悲鳴ではありません。うん、星を守るウェポンの声です。ウェポン。おお、ずいぶんはっきり言い切るね。私たちウェポンを見たんです。ウェポンなんだ。ゴンガガとコレルの魔鋼炉で、すごく大きくて、うん、ほうほうほう、でも優しかったよ。それは興味深い話じゃ。キファを助けてくれたウェポンは。が、魔鋼中毒の症状は様々じゃ。気をつけるのじゃよ。え、あの、信じてもらえてないね。ほうほう、そうかそうか。お前さんたちはどうやらきちんと生命学を学んだことがないようだ。教えてくれる？うん、良い機会だ。こちらへ来なさい。まあ、まだ何も信用されてないんだろうね。ブーゲンハーゲンについていこう。エアリスとティファもちょっと向こう行こうとしちゃった。向かっていきましょう。暗い。わー、パイプオルガン送って。これは生命学習機。学習機あったね。最新型が神羅本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。神羅も VR みたいな見るやつあったもんね。では始めよう。神話がすごい。
見ます。どんな映像なんだろう。上がるんだ。ああ、そうだそうだ、こんな感じだった。あ、指切れのやつだ。わあ、すごい。綺麗だね。綺麗。ね。ほうほう。驚くのはまだ早い。流れ星。上は太陽、星と宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは生命学の基本じゃ。この星はわしらの星、地球みたいな。豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。来たね、あのシンナでも。人は生き、やがていつか死ぬ。ジョンは死んだらどうなる。体は朽ち、星に帰る。では意識、心、精神はどうじゃ。実は精神も同じく星に帰るのじゃな。星に帰った精神混じり合い、星を駆け巡り、星を巡り混じり別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフストリーム、すなわち星をめぐる精神的エネルギーの流れじゃな。亡くなった人の魂でもあるってこと。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。いっぱい人が死んだら、その精神エネルギーがなくなれば、あらあら、カラカラになっていって、あら、ほんとエアリスがやらかしたみたいな。精神エネルギー、シンナが使ってるのはその精神エネルギーをガンガン使ってるってことだよね。基礎中の基礎。はい。魔鋼は精神エネルギーの浪費、これは事実なんだな。その通り。うんうん。吸い上げられ加工された精神エネルギーはもう本来の役目を果たさない。機械の中で消費され消えていくのじゃ。巡ることもないってことなのね。本当に消えるんでしょうか。そうではなくて、ライフストリームに帰って何か別のものになるということはありませんか。ほう、親切。いや、親切じゃな。別のものになる、うん、お主はセミナーに参加した方が良さそうじゃの。考え方が。この拍手で人が来るんだ。お呼びでしょうか。お嬢さんをセミナー室へ案内してあげなさい。選ばれし者になった。こちらへどうぞ。はい、ついて。あ、私も。ダメですか、許されます。クラウドはダメ。仲良し、置いてかれちゃった。ポカン。ついていけばいいのかな、グラードも。ありがとう、教えてくれて。すごいいい映像だった。ブーゲンハーゲン、巡る命が消えれば星は壊れ終わる。
避ける方法はないのか。例えば巡る命を強くするとか。そんなことは知らん。なんでそんな。だがわしの生命学はもう古いのかもしれん。これほど人が星に深く関与する時代などかつてなかったことだ。可能性はあるってこと。人も変わる。そうだね、生命学もな。わしはもうじじいじゃ。学びきれないのは寂しいの。でも自分が年老いていろんなことについていけなくなってるかもしれないっていう考えを持ってるってなんか珍しいことだと思うけどな。ある程度自分の知識が本物だ、長く生きてきて積み上げてきたものは本物だって思ってる人って年を取ってる方こそ多いイメージは、私の偏見だけどね、あるから。ブーゲンハーゲンさんって原作の時もそういう描かれ方してたっけ。でもすごいクラウドたちの行動とかに対して温かく見守ってくれてる感じはあったよね。ここは一気に日が暮れてる。星の知識が集まる天文台。